なぜこんなにも美しいんだろう。何千年も何万年も変わらない時が静止したこの場所で、あんなにも温かく優しく僕らを待っていてくれている。僕らが全てを終わらせ未来を作って帰ってくるのを待っていてくれている。なのに僕はまだ、テイヤ、いつまでこんなことを繰り返せばいいのかな。アリタ、ごめん。そうだよね、僕らは全てが終わるまでもう振り返ることも立ち止まることも許されない。100人の子供たちが死に絶えるのなら、99人の子供たちを見殺しにしてでも一人を未来につなげる。私たちはそういう道を選んだのだから。ああ、わかってる。でもね、アユタ、終わりの時はすぐそこまで来ているのかもしれない。何か変化があったのか。いいえ、女の勘よ。勘かよ。何よ、何か文句ある？でもテイヤの勘はよく当たるからな。もし本当にそうだとしたら、いよいよだな。そろそろ行こう。みんなが待ってる。宴の始まりだ。アイサ、ん？私たちがこうして話をできるのは1万年に1回この瞬間だけだけど、私にとってはこの瞬間が何よりも嬉しい。僕もだよ。こうやってお話しするのは何万年ぶりかしら。レイヤなんとか潜入には成功したな。赤い大将の高塔はもう少し上の方か。
ナーパルの奴がいつの間にこんな巨大なものを。確かにこれじゃあ老議会の連中が騒ぎ出すのも無理はない。こいつが破壊対象の報道か。画体は悪くねえが、見かけ倒しだ。速攻で片付ける。立ち塞がるのであれば、ここだ！うわっ！言っとくが手加減なんかできねえからな。入った！まだだ。叩き潰す。で、あ、食らうかよ。立ち塞がるのであれば終わりだ。面白くねえな。最近はどこも飛び道具に頼りやがって。さてと、辺りが騒がしくなる前にとっとと帰らせてもらうか。ビーグ
逃げてても拉致が開かねえ。始末した方が早そうだ。だな。こいつをバティたちのところに連れ帰るわけにもいかないしな。久々に一緒にやるか。当然だ。行くぞ。タイミングは分かってるな。ユキトラ。行って行ってを楽しもうぜ。ビア！うわっ！一瞬の勝機を見逃すなよ。黙って消えろ。悪く思うなよ。悪くない戦いだったぜ。ふう、寝起きにはちょうどいい運動だったぜ。こいつらは一体何なんだ。こんな獣噂に聞いたこともない。ま、外の状況も大体つかめたことだし、一旦戻ろうや。ああ、バティたちも心配だ。無事で。おいおい、愛するお父様への心配はなしかよ。お父さんが無事じゃない姿なんて想像できないわ。で、外の様子はどうだったの？一面白銀の場所に出た。俺たちの国じゃないことは確かだ。確か北の方にはそういった地域もあるって聞いたことがあるけど、ここはどこなのかしら。気をつけておかなきゃいけないのは、奇妙な獣がうようよしていたことだ。結構凶暴な奴らだったぜ。腹が減ってるとか関係なしに襲ってくる感じだった。脱出にはそいつらの中をかいくぐる必要があるかもしれない。バディ、お腹の子は大丈夫か？ええ、今のところ大丈夫そう。いずれにしても気をつけろ。何かあってからでは遅い。お腹の子のためにもこんなところ早く出なくちゃね。いつ生まれてもおかしくない時期なんだから、ここで産気づいたら大変よ。ええ、それだけは避けたいけれど。
とてもとても嫌な予感がするの。大丈夫かバティ。少し体が重いけどこれくらいならまだ動ける。それよりも私だけならともかく、あなたやお父さんまで、王の牙であるあなたたちを拉致できる人物なんて少なくとも我が国にはいないわ。俺や王がだけじゃない、見知らん顔の中にも相当な猛者が混じっている。そうそうお目にかかれるレベルじゃない奴らだ。それじゃあその人たちが私たちを。いや、そういうわけでもなさそうだ。むしろ誰かがそういう奴らを一堂に集めたということだろう。ビーグ、私怖い。ものすごく嫌な予感がするの。見てはいけない悪夢を見始めてしまったような。この悪夢に一度目をつけられたらもう二度と目覚めることはできないような。大丈夫だ、何があろうとお前もお腹の子も俺が守る。幸いオーガもいる。あいつの化け物じみた強さは娘であるお前が一番よく知ってるだろう。レイチェルだっているんだ、心配することはない。お父さん、お母さん、誰であろうが俺たちの一族にちょっかい出したことを後悔させてやるさ。一回状況を整理してみましょう。私たちはいつの間にか意識を失っていた。そして気がついたらこの場所にいた。誰かに連れ込まれたと考えるのが妥当だな。俺やオーガの意識を奪えるほどの連中か。そいつらがその気になりゃ命もなかったか。ビーグ、気づいてるか。ああ、気づいてる。これはさっきだ。間違いなくここの主だな。こんなベトベトした殺気に当てられたの何年ぶりかね。汗っかきの肝親父に肌をすり寄せられてる気分だぜ。何言ってるの？あなただってもう十分親父でしょ。え？俺はまだ41だ。しか真っ盛りのビンビンよ。人なですりゃ天まで登る自信があるぜ。あなた43よ。いい加減自分の年齢くらい覚えなさいよ。それに親父どころか、もう少しでおじいちゃんになるのよ。おい、いい加減にしろ。今俺たちが置かれてる状況が分かってんのか。お前には今の状況わかるのか？いや、だからこそ。憶測で判断するより、確実な情報で動こうぜ。殺気が強まってきている。慌てなくても向こうから出向いてくれそうだ。あまりこの能天気の言うことは真に受けちゃダメよ。気を配るのに過ぎるってことはないんだから。あなたのそういうところを買って娘を譲ったんだしね。ああ、こいつの真似なんてできるか。ともかく今バティは動くことすらままならない。ちょっとした衝撃さえお腹の子には致命傷になるでしょう。私たち三人がしっかり守ってあげないとね。